いや、そういえばペコラ今日マミと会ってないの、部屋から出てないの。部屋から出てない今日。あれ？あれ？あ、会ってない今日。今日会ってない。しようよ。いや寝てるでしょ。4時半はやばい。4時半はさすがにマミー寝てるペコでしょ。すやー状態よ、すやーって。ガチの引きこもり、うさい。飯はどうしてるん？今日飯いるのとか聞かれないの？あー、ご飯、ご飯欲しいときはペコーラがリビングに出向いてるから、こんにちはーっつって、ご飯ありますペコかーっつって。自分家なのに他人行儀すぎる。いや嘘だよ、こんにちはって言ってないよ。なんかご飯あるって言ってる。なんか今日ご飯ある、食べ、あ、お腹すいたっつって。お腹すいたよって、お腹すいたピョコだよ、ちょっとなんかあるっつって。ママからしてはムカつくだろう、急に部屋から出てきてご飯を要求されるという。なかったらどうするの。なかったな、なかったら、なかったらみんなからもらったあのやつでしのぐ。そう、最近は部屋にさ、みんなからいただいたね、お菓子やら何やらがあるべこですから、そこをつまむとチョコチョコチョコって食べると、いつの間にかあれご飯いいかってなるから。そう、あんたたちのお菓子とかで生き延びてる。お菓子は良くないべこだよね、それはべこらも分かってる。あ、てかね、お母さんがね、お母さんといえばね、昨日朝方にお風呂入ったペコなんだけどね、あのパジャマコーナー見たらね、あ、そう、いつもパジャマコーナーとかいろいろあるんだけど、そう、お母さんが新しい部屋着、なんかね、ミッキーのすげえ不機嫌な顔のね、なんかね、やつ買ってくれたみたいで、そう、めっちゃ可愛いの今着てるんだけど。あ、着てないわ、これじゃなかった。あなた今何歳なんですか？111歳プラスアルファです。111歳プラスアルファ。